はい、こんにちは。それではこれから皆様方に対して一つの私が手掛けているプロジェクトであるグラフィックノベルについてお話ししたいと思います。ノリ・ティメーレというものです。ピーターとスティーブ・グリーンと一緒にやっております。ちょうど私が休みを取っている間にパリで始めたものです。ストリアはあるバクテリアで空中に浮遊しているものを対象としております。そしてパリにやってきます。どんどんと近づいていきます。そして我々の英雄となる建物に入り、そして結局は木に降りていきます。そしてこのバクテリアは、再生し、そして完全にこの木は感染するまで広がります。そしてバクテリアは木からまた飛び散り、アパートのビルの中に入っていきます。そして中のいろいろな物体というものを感染させます。そして究極的にはそのリロイというそのアパートの管理人が感染してしまいます。そしてこのマネージャーは感染してから他のアパートを回って作業をします。そしてこのバクテリアを各部屋に残してしまいます。そうするとそのアパートに住んでいる住民全員が感染します。このストーリーはあるバクテリアが広がる様子を描いております。しかし人々は感染しても、病気にはなりません。便益をもたらすものです。そしてこれは SF であるわけですから、我々が自由自在に設定を決めることができます。どういう症状があるかといいますと、非常にデジャブを感じるわけです。そして他の感染している人たちと接触しますと、記憶がお互いに結合し合うようになります。で、こういうようなグラフィックノベルのフィクションが全部架空のことか、そしてある便益をもたらす微生物の広がりというものはフィクションでないというふうに考えるかもしれません。というのは今までの説明にもありましたように、いろんなウイルスとかバクテリアとか、あるいはいろいろな微生物というものは地球のすべてに対して便益をもたらすものであるわけです。なぜそれが分かっているかというと、微生物の研究というものは抜本的に変化しました。私が大学院生であった20年前からも変わりました。私は学生の頃、短い間微生物学の研究所で勉強しておりましたけれども、ペトリ皿で培養したりしたものです。しかし今は微生物というものはどんな環境の中でも理解しようとした場合には ATG と C などを見て、そして比較を行って、そうやって塩基の対というものを見て、そしてビッグデータのアナリティクスを使って、そのエコロジーあるいはそれらの微生物の進化というものを解析します。こういう新しい技術を使うことによって我々が学んだのは、体内の微生物というのは自分の健康にとっても大切であるということだけでなく、環境にいる微生物についても学びました。そして我々全員が大体生活のうちの9割を過ごしているところで、室内の微生物は人間の健康状態に影響を及ぼすことが分かっているわけです。またさらに新しい技術を使うことによって我々が学んでいるのは、我々がビルをどのように設計し、どのように運用するかによって、どういうような微生物の生態系が出来上がるかということを左右することができます。そしてこの2つの分かっている様子というものを組み合わせることによって、現在の建物を運用したり、あるいは将来の建物を管理するにあたって便益をもたらす微生物というものを促進することができるわけです。これを実現するためには、建物の中にいる微生物が何によって動かされるかを理解しなければなりません。そこで過去7年間、私はオレゴン大学で生物学の研究所において、どういうような微生物というものが室内にいるかということを研究してきました。
まあ、機械的に換気システムを通じて微生物が入ったり、あるいは建物の中には、窓が開けられた場合に入ってきたりします。それからまた微生物を建物に押し込む力として人々です。人々は微生物などを運んでくるわけです。ペットもそうです。そしてある建物の中に微生物が入った場合には何が生き残り、そして広がるかというのは、その室内の環境のすべての要因によって左右されます。どういう材料が使われているのか、温度はどうなのか、相対湿度はどうなのか、またどこまで、その建物をきれいにしているかによって微生物の生存が左右されます。まず最初に我々が研究しようと思ったのは病院の環境です。なぜその研究を行ったかといいますと、病院の環境というものを考えた場合、相当エネルギー消費が多い。しかも多くの国においては機械的に換気させているわけです。そうすると相当エネルギーというものが消費されます。また2つ目の理由として、なぜ病院を研究したかといいますと、その病院に入っている患者のうちの25人に1人は院内感染をします。特に免疫系が弱くなっている場合には感染しやすいわけです。そのため我々はそういうような環境というものを研究して、そして換気というものがその室内の微生物の状況をどのように左右しているか、そして各病院の部屋の設計というものを見ました。そして空気のサンプルを取って、そして温度あるいは相対湿度も測ってみました。これは病院の部屋の一つの写真です。2つの液体収集装置を使っております。これは一つの微生物の空中での収集の仕方です。それからダクトがあります。そして病院の部屋に入ってくる大気というものを地上まで移動させました。そして手術室などの窓を開けて、そして室内にいる微生物がどうなるかを調べてみました。こういうデータです。3種類の治療があります。機械的に換気をした部屋、ブルーで示しております。それから窓を開けたところは赤で示しております。それからその病院の天井の方で屋根の上にサンプラーをつけます。まず X 軸をご覧になってください。こちらの方で測っているのは微生物が空気中のサンプルでどれだけ入っているか、バクテリアを見た場合には何千という種がそれぞれのサンプルにあったわけです。それだけの多様性が見られるわけです。バクテリアのバラエティが一番多いのは外気のところです。機械的に換気された絵は一旦その単一であるかのように見えるわけです。多様性が少ないわけです。そして X 軸をご覧になっていただきますと、それぞれのサンプルを取った配列というものを見て、そして基地の病原菌のデータベースと比較しました。すなわち高い精度でもってその病原菌というものを特定することはできなかったわけですけれども、基地の病原菌とのパターンを比較することができました。そうすると機械的に換気を加えた部屋では最も病原菌が相対的に窓を開いた場合と、それから外気の場合とに比べて多いということが分かりました。これらのデータポイントを見て、そしてその統計的なマップの中に入れて、そして最もデータポイントとして近いものを見た場合には、同じようなバクテリアの組成というものがより距離のあるものに比べて近いということが分かったわけですが、初めて見たときに一番意外に思ったのは、どういうような換気を加えたとしても常に一部の外気から来た微生物は来るだろうということでしたけれども、しかしそうではなかったんです。機械的に換気を加えた部屋というのは全く違った微生物の状況というものが外気に比べて存在しておりました。その理由はそういう配列というものを取って、そしてそれを基地のデータベースと比較した場合には、外気のサンプルというものは
微生物など土とかあるいは植物の葉に見られるようなものが見られるわけですけども、機械的に環境を加えた部屋であった場合には、微生物としては、典型的には、人間の口の中とか唾の中とかあるいは皮膚の中で見られるようなものが発見されました。そのために人間というものが室内の環境においていかに重要な影響を及ぼしているかということが分かりました。ですからどのように換気するのかということ、そしてまたその環境からその人の環境へと動かしていっているということに関わっているかもしれないということ、それからシリコンバレーの私の会社ファイロジェンがあるところの他の会社というものにも関わってもらったわけなんですけれども、オフィスのデザインと、それとそれからそこで働いている人の健康と生産性に関わることから見てみようとしたわけですね。で、最初にしたのはまずそのデザインですね。オフィスのデザイン環境というものがその屋内のマイクロバイオーム微生物の状況に影響を及ぼすかということなんですね。そしてそこから、そこにいる働いている人の健康と生産性に影響を及ぼすかということなんですね。で、一つのその建物なんですけれども、これは 2階構造になっているんですね。で、どのようなスペースになっているのか、その環境になっているのかということですね。キッチン環境、それから見ていただいていると、かなりいろんなバクテリアがキッチンには台所にはいると、厨房にはいる。で、それをオフィスの環境で見てみると、比べてみますと、そしてまたお手洗いと比べてみたわけですね。それぞれの環境のタイプ、オフィススペースの中でもそれぞれ異なったバクテリアの種がタイプがあるということなんです。そこにいるタイプが違うということですね。そしてキッチンにはたくさんのバクテリアとして、通常食物に関係するバクテリア、そして例えばその冬ですと、そのこのテストをやりましたのは冬でしたから、その時にはそのオレンジというのはしばしば使われるということで、オレンジに関わるバクテリアがいた。そしてこのオフィスなんですけど、今見ていますと、オフィスというのは机を見たんですね。で、一番多いバクテリアというのは、いわゆるその屋内環境に一番よく見られるものがいた。そしてまたお手洗いですと、そこにある微生物は通常よく人のその腸によくいるのがバクテリアがいたということなんです。で、次に我々が理解しようと思ったのは、オフィス環境の中でこのお客様なんですけれども、決定しなきゃいけない状況にあったんですね。ここで実際にオープンオフィス環境にするべきかどうするか、その方がコラボがうまくいくから、あるいはクローズドな感じのオフィスにするかって考えてたわけですね。で、私の前の仕事では、そのクローズされた環境オフィスですと、非常にそれぞれ空間的にはその隔壁があった場合には、そこの微生物のタイプも変わってくるということなんですね。隣のいる人と自分とは違う。でも、もう一つ向こうのその建物の向こう側には非常に違った状況があるというわけなんです。で、オープンオフィスという環境にした場合にはどのように違ってくるかというのを見ようということで、それぞれのデスクをチェックしました。そのデスクの表面見てみますと、まあ、その微生物としては通常口やそれ皮膚にいるような微生物、そして椅子もチェックしました。で、この椅子は通常人の腸にいるような微生物がいました。で、オープンオフィスの環境ですと、全体的に言えるのは、そのデスクが隣り合っているわけですから、よく似た微生物がいるという特徴ですね。そしてその反対側にいる人、オフィスの反対側にいる人でも、まあ、共通性があるわけですね、微生物のパターンとして。ですから、オープンオフィスですと、やはり微生物が非常に広く散らばるということが分かるわけです。で、次にどのようにそこでビルを換気しているかというものが、屋内の微生物に影響しているかどうかを見たいということで、最初に見たのはこの会社なんですけれども、オフィススペースを、まあ典型的な形なんですけれども、換気している3枚のフィルターをそのベンチレーションシステムに使っている。で、フィルターを取り出して、
そしてフィルターなしという状況を作る、つまり自然な環境のベンチレーションというふうなタイプにして見てみたんですね。でそうしますとネットワーク600ものその空気のサンプルを取ったんですね、このオフィス環境の中で。そしてこれを2週間の間にやりました。そしてアルゴリズムを走らせて分けて、異なったデータポイントを分けて、それはその微生物のその組成を見たんですね。そうしますとデータポイントが集まっているところというのはよく似たような微生物のコミュニティがある、そして分かれた遠いところにあるそのデータポイントというのはその微生物のコミュニティが違うんです。それから見ていきますとその長さというのがございますね。そして重要なのは最初に見たのはこのネットワークを見て2つの異なった時間でして取ったんですね。上の方は週、普通の終日ね、つまり人がいる時です、働いている時です。で下の部分は実は人がいない時にデータを取ったんですね、サンプルを取ったわけです。ですからこれはもう一つデータセットとして言えるのが、非常に強い影響がある、人がいるかどうかですごい影響がその屋内環境に影響するということなんですね、微生物に関わる部分では。でさらにこの上のネットワークの上の方ですね、見ています。すべてのこの例というのは人がいる場合なんですね、人が屋内にいる場合で、ネットワークのこの下の方はウィークエンド、週末ですから人がいない。で明らかになりましたのは、これはとても重要なのは設計の観点から見ますと最も影響を及ぼすそのトリートメントに、つまりはこれが循環された空気であろうと 100% 屋外の空気でフィルター使ってなくても人がいない時ということですね。ですからこの組織が例えばその換気やりのやり方を変えるとするならば、その人のそのいたということをなくするために、その影響をなくすために、つまり人がいない時にこれは換気をするべきなんですね。これいわゆるナイトフレッシュといって、夜間にその換気をして、あるいは週末に換気をすることによって人の影響を取り除くことができるわけです。でこのデータセットなんですけれども、これそのマイクロバイオームということで考えたときに、その空気の質ですね、2つの属性がある、つまり人がいるかいないかと、そして換気なんですね。でこのお客様分からなきゃいけない事柄もう一つあるんですが、この異なった換気の選択することによって、それがエネルギーにのどれだけ消費するかに影響するんです。ここで見ていますのはエネルギーの消費ですね、機械換気システム、これが X 軸ですね。そしてアレルゲンがどれだけ、つまり空気で乗って媒介されるそのアレルゲンですね、それは縦軸になっています。つまり人が落としていくわけなんです、環境のとこで、外からも、もちろん外の空気からも入ってきますけれども、そしてですからそこにその人がそのビルの中にいようがいまいが、つまりピンクの方は人はいない、ブルーの方は人がいるわけなんですけど、それにしましても再循環している空気、そしてフィルターがあるものと、それから全くフィルターを使ってないものの方が、そのアレルゲンの量というものが減るわけですね。そしてその省エネにもなるわけなんです。ですからこのデータを見ていきますと、考えていたこと、これはこの数年考えていることなんですけれども、つまりどのようにしてその微生物を屋内から締め出す方法ということを考えるよりも、これは私もともとそのシビルエンジニア、90年代土木関係のエンジニアとして、いろいろその微生物はその汚染物質だということで教えられてきたんですけども、そうじゃなくて、どのようにしてこの既存の建物の運営をし、また将来の建物の設計をする上で役に立つ微生物、恩恵のある微生物を促進して有害なものを締め出すかというふうに考えるべきだと思うわけです。で、そういう考え方というのはもうすでに、単にこれは人々のその創造、デザイナーやあるいはその建築家の思いというのを捉えているだけじゃなくて、実際に影響が出てるんですね。見ていただいているのは、これは世界的に普遍的に受け入れられてきているもの、つまり我々は本当に少数派なんですね。我々は
人というのはそうなんですよね。で残りは微生物なんです。そしてそういう状況だということ、つまり微生物というのは我々の体の中にあって、そしていること自体が我々の健康にとって根本的なものであるということ、それを踏まえていかに我々はデザインしていくか、我々人の住むところというものを作っていくか、つまり屋内環境、建物の環境というものを作ることによってより健康に、ものになっていくかということです。ありがとうございました。